オッケー。はい、五感バナナ3番す、なぎさ3番す。本日、意外に雑談配信久々よね、多分。ちょっと見てみましょう。なんか作るときに、俺、意外と雑談配信してないと思ったんだよね。お土産紹介の時半分雑談みたいなもんやったけれども、それをのけるとね、2週間前ですって。だいぶ経ったね。ということで、今日のメインはチャンネル登録者を増やすためにスージーさんどうしようかなっていう感じなんですけれども、それをみんなでね、スージーさんのチャンネルを伸ばそうっていう、そういう配信ですけれども、今日助手さんはいません。助手さんは必要な時しか出てきませんのでね、普段は出てきませんということで。ただその前にTwitter ご覧になった方もいるのでちょっとそこだけ愚痴らせてもらってもいいですか。ちょっとツイッターの件について。もうね、困りましたよね。なんかね、その、社長にさ、今日こそ、やめさせてくださいって言うぞって、思って、ちょっといつもより早めに出てきてね。んで、ちょっと、お時間いいですかって朝からね、朝一発目から、朝しかいないから社長が、月曜の朝しか会えないからね。んでさ、それで、なんか、もう精神的にきついんでって話を出したら、何がきついのみたいな言われて、まずそこでさ、もうそんなの聞かないでよ。だからプライベートなことでとか言ってたけど、仕事もきついけど一応はプライベートのことなんでみたいな言ったらさ、仕事は何がきついみたいな、何が嫌なのみたいな言われて、でちょっとそのなんか人間関係で○○さんとうまくいってないんですよねみたいな。実際には○○さんとうまくいってないっていうよりは、その前に話したのを覚えてる人もいると思うんだけど、そのなんだっけ、なんかさ、一緒に社員になった女の人と教育係の男の人ができててめっちゃやりづらいみたいな話を多分前したんだけど、それだから2人一緒になったらなんかすごいスージーが被害を受けるから、一番そこが嫌だったんだけど、でも結局はその私生活でもメンタルやられてるから、全体的に見ても精神的に無理だからやめさせてくれ、福岡に帰らせてくれって言いたかったんだけど、なんかその○○さんとうまくいってないんですよねみたいなとこだけピックアップされて、じゃあそこを改善したらいいやろみたいな感じで、今回配置替えをしたんですけど、そしたらその時は何もなかったんですけど、結局なんか社長がいなくなってから教育係の人がまたその配置換えした意味がないようなことをして、結局戻されちゃって、そんでうわー何これ意味なーと思ってたら、家帰ってきたら LINE でなんかその私のことが嫌だったからなんか今日いつもと違うとこでやってたんだねみたいな来て。え、なんでそれバレてるみたいななってしまって、気まずいから既読無視してるなんて返していいか分かんないもんだからね、既読無視をしておりますけれども、もうどうしようもないよね。私は仲良くなりたかったのにみたいなの来ちゃったけど、いやー仲良くなりたいとかいう問題じゃないしな仲良くなりたいって言われましても、すごいなんかもうスージーさんはいっぱいいっぱい、自分のことでいっぱいいっぱいだから、まあそんな気使ってられないしと思って、だからもう最悪本当に出勤拒否しようって今思ってるもうそれしかねえと思ってる。言っても多分また丸め込まれちゃうからねえ、なんかそんな、なんかさ、お父さんが倒れたとか嘘ついて心配だからもう帰りますとか言うのもなんか嫌だし、嘘つけない性格だからね。だからちょっと出勤拒否しようと思ってる今日も出勤拒否しようって思ってる。そんな今日この頃、さてさて本題に入りますかねこんな暗い話してもね、みんな面白くないんで。ああ、すじさんチャンネル登録者数をね、増やすぞと思って最近いろいろ研究に研究を重ねているんですけれども、でそのうちの一つが、最近すじさんのセルフ解説、すじさんのなんか過去こんなことがありましたみたいなの今2本ショートが上がってるのかな。その社長デリカシーなやばいやつ。そうなんだよね。なんかさ、精神的に病んでることの内容って言いたくないからさ聞かないでほしいよね。だからもう本当に明日仮病使って休もっかなって思ってるそんぐらいもう行きたくないってなってる。もう最悪を本当にいつの間にか引っ越してて、えみたいな感じにしてやろうかなみたいな強行突破するしかないよね。最悪こういうのって老期に行ったらいいのかな、わかんないけど、まあ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 そういう感じで話を戻しますけど、チャンネル登録者数を増やす。まあね、言うてもその最近このショートなら伸びるぞっていうのを2個上げたおかげでチャンネル登録者数が多分今2500人になったんじゃないか。ちょっと待って、見えてない、数字が見えてないからちょっと待って。2000、あれ？数字のチャンネル登録者数なんで今見れないの？どうしたら見れるの？スージーから見れないんだが。にゃんこ先生バンス、多分ね、シーマンさんバンス、登録者数ゼロの私に任せなさい任せづら。まあでもなんかスージーさんが今こういうことしたいんだよねみたいなのを聞いて、リスナー側的にどう思うかっていう意見も聞けるとやっぱいいと思いますんで、その辺お願いします。2500人、そうですよね。そうなんですよ。ここ数日というか2個のショートがね、いい感じに再生回数の割にはチャンネル登録者数の増加が多かったおかげで2500人、今日行きました。ありがとうございます。あれね、なんかのもうでもね、もうちょっと再生回数ね伸ばせると思ったんだけど、思ったより伸びなかったね。投稿する時間帯のせいなのかよくわかんないけど、ちょっとそこがね残念ですね。ちょっとやっぱさ、せめて1万回ぐらいは再生されないと、ちょっとなんか数字的にはちょっと違うなって感じですよね。実写コスプレ ASMR ならすぐ数万人。いやーでもそれで稼ぐのはちょっとななんかそんなことしたらさ、女の友達いなくなりそう2500人おめでとう、ありがとうございます。じゃあなんかまあね、もう数万とかいったらね、もうそれはそれで、まあそれはそれで嬉しいんですけど、なんかそのね、コスプレと ASMR をちょっとスージーさん日乗りしないんですよね。伸びるのは分かってるんですよ。2500人に増えてますね。そうなんですよ。ショートがね、ショートのおかげでチャンネル登録者数が増えまして、今後シリの2K、あ、またナイキになってるよ少し増えたのかなあ。まあ確かに2Kも多少は増えたけど、2Kはね期待ほど増えなかったんだよね。私昨日も再生っていうか同説もなんかあれだったし、あれだったんで、ちょっと2Kは外れだったからなんか違うゲームにするかどうか迷ってますね。素顔を出すような出さないようなギリギリを攻めてじらせば人は増えるかもしれませんが、スージーさんの大切なものが失われるかもしれません。こんばんは、ローさん万世。大切なものは失いたくないけど、でも今のスージーさんはなんか割ともう最悪なんかリスナーさんに特定されて、なんか家突されて刺されるようなことがあってももういいやっていう、結構やけくそっていうんですか、なんかもう会社辞めたいっていうのが今の一番ではあるから、なんかもうどうにでもなれみたいなとこあるからね。まあ大切なものを失ってもいいかもしれんけど。最近思ったのは TikTok で面白い V さん見つけても Twitter フォローは戸惑うし、次の配信行こうかと考えるけど土曜配信しますしか言わなくて何時かわからなくて諦めたなるほどね。配信の時間がわからない。確かにね、なんかチャンネル見に行ってもさ、ためらうか、失礼しました。なんかなんていうん、チャンネル見に行っても何時から配信してたのかってわかんないもんね。何日前とかしか出ないからさ。その24時間以内に配信してたらなんか何時間前とか出るけど、そこが不便ですよね。じゃサムネにとりあえずあれ時間入れとくのありじゃない？何時から配信しますって。まだ転職したばかりでは何かありましたか？そうですね、いろいろあって福岡帰りたいんですよ福岡に帰りたすぎて、もうそれは仕事辞めるしかないじゃん。ねえ、お父さんもお母さんも心配しちゃって、この前帰ったんですけど、一回。もう、早くお家帰ってきたらいいのにって言われたらもう帰るしかないじゃん。しかもなんかね、一年しか会ってない期間ないのになんかだいぶ老け込んだなみたいな、見た目が変わっちゃっててなんかすごい不安になっちゃって、それがそれでなんかこんなこといつ死ぬかわからんし怖いなってなっちゃって、から近くにいた方が、まあせめて一緒に住まないまでももうちょっと近くに住んだ方がいいなって思ったのがまあ一番大きいですね。まあもちろん自分の精神的な問題もあるんですけどね。フォロー外すのは申し訳ないし、 TikTok は面白そうだったら配信覗きたいのにってなった。TikTok から YouTube 登録してもらうにしても TikTok の時点で配信時間とか曜日とかが分かった方がいいってことよね。だから TikTok のプロフィールにもだいたいなんか毎日何時頃配信してますみたいなのを入れた方がってことかな。ゲームはそのゲームに対する本気度みたいなものが伝わっちゃうから、嘘でも本気っぽくしてた方がいいかもなるほどね。スージーさんあんま楽しそうじゃなかったから、もしかして 2K でもニケはね、もうだいぶ参入してる人が多いから、なんかわざわざ新しい人見に行くまでないのかなとかも思ったりした。仮に地元に帰ったら配信は続けられますか？そこは一応配信続けるつもりではいる。パソコンとかね、持って帰るの大変だけど、一応なんかその今の机でかいから、ちょっと実家に帰ったらその机を置くとこないよねみたいな話とかもしたんだけど、そしたらね、一番大きい部屋を開けてくれるって言ったから、じゃあもう帰っても大丈夫かなと思って。中澤さんバンス、親孝行だね。親孝行なんですかね。まあ自分の都合もありますからね、何とも言えないですけどね。地元に帰るのもいいと思いますね。なんか人間関係があまり良くなさそうなんかね、なんかこっち来てから人間関係うまくいかないですね。1週間のスケジュール載せるとか。1週間のスケジュールね、スージーさんが疲れてて今日配信するのやめようとかなっちゃうから、1週間のね配信スケジュール載せるって結構リスクあるんですよね。すいません今日はやっぱりやめますとかなっちゃうから、こう気持ちはね毎日配信もしたいわけなんですよ。だからじゃあこの日これしてこれしてみたいなのを気持ちだけで予定表作っちゃうじゃんでさ、いざその日になったらきつ、今日やっぱやめようかなってなっちゃうから、だから難しいんだよね。逃げるって言葉苦手だけど、逃げるは恥だが役に立つだよ。そうね、逃げるのも大事。最悪出勤拒否します1週間のスケジュールをアップしてる VTuber いますね。そうなんですよ。それが本当はいいんですよね。リスナーさんからしたらやっぱり何ですか、配信この時間にあるならこの曜日はいけるなとか、こう予定を立てやすいんで。愛ちゃんバンス、全部最後にカッコ仮をつけるスケジュールきついよね。そうだよね、やっぱ配信する側はなかなか難しいよね。人間関係難しい。そうよね、人間関係も難しい。スージーさんはこっちではもうあんま人間関係どうでもいいやになっちゃってるからまあ唯一ね、福岡に帰るのが残念だなって思うのは、こっちにVTuber の友達が一人いるんでね、その子と時々ご飯行くのができなくなるってことだけが残念ですね。風邪ひいて寝る前に来た。風邪ひいちゃったの。なんかさ、ライちゃん結構な確率で風邪ひいてない？大丈夫？免疫力下がってない？疲れてるよきっと。スケジュール立てができるのはリアルに余裕ある人だけだと思う。そうね、いる3番数。そうなんだよね、なかなか難しい。ニートになるしかないVTuber を知った頃、VTuber はスケジュールを毎回ちゃんと載せてて、すごいな、よく守れるなと思いましたね。素晴らしいよね。昨日のお方ですね。昨日、おとといですね仕事から逃げたい。今日明けで風邪ひいたってのにコロナだって言ってる。なんかどういうこと？今日コロナココロナだっつってんのに札幌行って体調崩したバカのために明日仕事になった最悪なんだけどそれは最悪なんだけど、そのこと何？昨日おとといでした。そうですね、おとといでしたね。記憶が曖昧になってる。大丈夫。無理し続けると心が壊れるから、スケジュール通りとかより気ままに配信して楽しむ精神大事にしよう。そうなんだよね。なんかそれや結構さ、配信してる人って何かしらの理由で病んでしまって配信をやめてしまうって人結構いるから、無理しないっていうのは一番大事ではあるよね。まあでもね、できる限り配信していきたいですけどね。毎日決まった時間に、そのヒカキンさんはさ、毎日同じ時間に動画投稿するっていうのをやって伸びたみたいなのを聞くから、やっぱ毎日同じ時間っていうのはすごく大きいんだろうなとは思うんですよね。難しいなぁと思うけど、スージーさんもね、最近は動画の投稿もするべきだろうかって思いつつある。つか、そんなに体調崩してる俺。結構さ、風邪ひいたってさ、何回か配信で言ってたよあ、風邪ひいたのっつって。病んでいるから配信をして、配信することにより病んでいる VTuber いますね。もう行かなくなりましたが。そうなん？そんな人もいるの？でもさ、まあ今のスージーさんもちょっとあれだけど、なんか病んでる人とまあお話しして、その病んでるエピソードとかをさ、ずっと聞いてたら自分も病まない。スージーさん苦手なんだよね。自分も結構病むくせに自分の体力とか限界値を数値化できればいいのに。そうね、なんか今体力こんだけやから、ちょっと今日は早く 寝なきゃみたいのができたらね。させんリアル闇なので落ちまする。せっかく来たのにごめんよ。全然ちゃんとゆっくり休んで風邪を治してください。おやすじ。スケジュールとか毎日投稿とか義務感出ちゃって配信熱が冷めちゃう。それはあるね。なんか楽しいっていうのが一番大事よね。楽しいから頑張れるみたいな。だから、なかなか、なんかそれこそやりたいゲームをやるっていうのもあれだけど。でもね、もうやりたいゲームやっても、なんか同説とかが増えないとね、それはそれでモチベ下がっちゃうからさミレさん、バンスお久しぶりです。ロングタイムのおしい。ただいま、おかえり採血で出る CK という値でどれぐらい疲れてるかわかるかもしれません。そうなの。そういえば健康診断の結果、そろそろ帰ってくるんじゃない？健康診断の結果出たら、健康診断の結果配信しようねスージーさん、この数値もあんま良くないよとかって教えてもらおうミレイさん、いつぶり？だいぶ何ヶ月ぶり？いや、1年ぐらい会ってないかもしらん。超久しぶり。ああ、2005サブスおめでとう。 Thank you。 HbA1c の値、何ですかそれは。めっちゃハートをしてる人おるそれもさ、結構さ、健康診断の結果を出すってさ、尖った配信だからさ、それはそれでワンチャンあるかもね。でもスージーさん、今ほんと動画を投稿するべきだろうかって考えてる。なんかゲーム、まあゲームにはなるけど、なんか配信に向いてないゲームっていうか、なんかね。亀井さんバンス、亀井さん昨日はすいませんでした。せっかく来てくれたのにすぐ配信終わっちゃって。今日はね、最低でもあと30分ありますよ。6.4 以上なら糖尿病。スージーさん、最近ちょっとな、甘いもん食べ過ぎたからワンチャンある。いやでも甘いもん食べ過ぎる前に健康診断受けたからな。健康診断やばくてもう行ってない。それはそれでさ、今行ってなんか病気見つかるんじゃない？最近ツイッチの方が集まるものなのかな。どうなんだろうね。結構さ、ツイッチで配信しますみたいな人増えたよね。でもツイッチってなんかゲーム配信するときは、なんかゲーム上手い人にしか集まらない気がしているんだよね。自分は昼間フルに働きながら週3夜仕事入れてるけど、こうして好きな配信者さんとこにお邪魔させてもらってモチベタ持ってるから、自分に自信持ってやるといいかもね。本当ですか？自分に自信持つか。まあ自信が全くないわけではないけど、やっぱね、なんか最近同説落ちてきたなとかなるとさ、ちょっと自信なくなるよね。メメモリーずっと見てられる。メメモリーご利用しするやん。ねえ、今からでもまた新しいゲーム、新しいゲームね。ボタン鍋さんバンス。ツイッチどんな感じなのかな、見たことない。ツイッチはね、まあでもあそこは配信専用のプラットフォームだから YouTube よりね、配信は見やすいと思われる。ダースクロップ3番ス。あと多分ね、バックグラウンド再生ができるんじゃないかな、ツイッチはアプリで。課金とかしてなくても。それがでかいなって思う。で、配信者側もサムネを作らなくていいというメリットがある。あとあれね、なんだっけ、収益化がしやすいとかあるけど、どうなんだろうね。もう YouTube に慣れてる人はさ、まああんまり、まあでも Twitch の方がね、コメントも早いかな。YouTuber さ、結構遅延入れたりするから、まあそういうのを考えると配信は Twitch の方がいい気もするけどな。でも YouTube で獲得したファンの人がじゃあどれだけ Twitch に来ますかっていうと微妙なとこだから、 YouTube でこれ2500人もね、ありがたいことにチャンネル登録してもらってる中、別のプラットフォームに行くのはちょっと違うかなと思ってんだよね。スーさんに登録した自分の登録情報を見たら、メンバーになってから4ヶ月0日って出た。じゃあちょうど4ヶ月前にしたってことやん。結構経ちましたね。じゃあそのくらいもうちょっと前ぐらいにスージーさんヘブ版始めたってことかな。あんま覚えてないけど、そうみたいですね。そうですね。ヘブ版はね、チャンネル登録者数が約100人増えたんでね、でかかったですね。でもアナデンはもっと増えたよ。実はね、アナデンめちゃめちゃ増えたけどね、アナデン今してないっていう。ちょっといっぱいいっぱいになっちゃってね。アナデンはでもね、1時間じゃできない気がすんだよね。登録する前ちょこちょこ訪れる程度でしたね。あ、そうなんすね。それがだんだんここの配信まあまあいいやんけってなってね。穴電すごい。でもね、今穴電しても多分伸びないと思うよ。当時は多分何が良かったのかな。多分年末かなんか始めて、まあ時期やね、時期が良かったんだと思う。なんか今はね、もうなんか穴電の配信する人増えちゃったりとか、まあいろいろあって、今から参入しても多分伸びないと思う、そんなに。まあ、穴電に巡り合ったのはだいぶ奇跡ですけどね。なんか、でもその穴電始めたのも、まあ、チャンネル登録者数伸ばすぞと思って、まあ、ある程度の戦略はあったんですけど、やさんばんす、私はおすすめからこのチャンネルに出会いました。で、YouTube くん様々ですね。YouTube くんありがとう。集会デビューだ。集会はしません。集会は裏でするものやろ。穴電はね、とりあえずなんかチャンネル登録者数伸び悩んでるなぁと思って、新しいゲームを始めてなんか起爆剤になればいいなぁと思って、でずっと Apple Store をね眺めてたんよ。で Apple Store 眺めてたら、あ、これなんか広告で見たことあるな、確か TikTok かなの広告で見たことあるゲームやなーって穴電を見つけて、穴電はね、一応ソシャゲですね。スマホでもできるし PC でもできますみたいな感じで見つけて、そしたらまあ多分評価した人の数と、あと評価の値が高かったんよ、他のゲームよりね。じゃあこれがいいじゃんって言って始めたらいい感じに伸びたっていう感じだから、その方法でゲーム探してたけど、まあでもそれでヘブ版とねニケもやってみたけど、やっぱ穴電ほど伸びてないからね。まあ、ヘブ版とニケは穴電よりもうね参入してる人が多すぎてがちょっともう違うかなって感じだからね。本当は多分「ウマ娘」とかもタイミングさえ合えばねめっちゃ伸びてると思うけど、多分もう伸びないね、そこまで。と考えますと、やっぱまた別のゲームをなんていうんですか、発掘していく必要があるなと思ってるんですけど、エブ版 VTuber 多いですね。そうですよね、だいぶみんなやってる、伸びるから。まあでもヘブ版は話がおもろいからね、おもろいっていうかなんかすごい引き込まれる感ある。ちょっとね、穴電はねスージーさん話に途中から引き込まれなくなっちゃって、ちょっとそこが残念だなと思うんですけど、ソシャゲって途中から廃課金とやり込み税流れやすそう。まあそんな感じはあるよね。やっぱさ、廃課金の人はさガチャめちゃめちゃ回すからさ、そういうの見てたら楽しそうよね。うわーみたいな、もう何万円とかしたみたいなのを見るの好きな人多いよねなんでか知らんけど、ガチャ配信だけ見に来る人とかいるからね。なんかガチャ配信の時だけ同説多いもんね。そんなにガチャ見るの楽しい。みんなが見てる感じどう？ガチャ配信って楽しいの？ガチャをね回す側は楽しいですよ回す側は楽しいんだけど、見てる方はどうなるのかなーって。穴電まだ外伝系を紹介してないからかも。なるほどね。確かにメインばっかりやってるからね。でもなんかなんていうの、主人公ってか、そのあんまりいろんなところに今度はこの人の話です、次はこの人の話ですとかって飛びまくったら、なんかだんだんもう感情移入とかいう問題じゃねえみたいな。RPG はさ、ストーリーを楽しみたいから、なんかあんま登場人物多いの嫌なんだよねもう名前もわかんねえし、誰なお前みたいのいっぱいおるからさ。ヘブ版ばかり調べているから、まさにヘブ版生配信してる人が必ずおすすめに出てきますね。そうでしょうね。 YouTube くんがそれはちゃんとデータを取ってやってますからね。ガチャ配信がなんであんなに見られるのかよくわからないシーマンさんはガチャ配信別にっていう民ね。ガチャ配信面白い。五感バナナさんはガチャ配信好きな民ね。量にもよりそう。あ、ガチャをどんだけ引くかってこと。どんくらいがちょうどいいんだろうね。100連じゃあもう少なそうな感じはあるよね。オーバーウォッチ2どうですか？オーバーウォッチね、一回マップ図でしようぜみたいな言ってたけど、なんか結局集まらないし、オーバーウォッチちょっとなんかそのエーペックスとかみたいにルールが単純じゃないから難しいよって言われて、結局じゃあやめようぜってなってるちょっと厳しいかなーって。ガチャは当たってたら一緒に喜べる、爆死してるのを見るのも愉快。なるほどね。だからよしということですね。ガチャ回させるために登場人物が多いとあるゲームやってたけど、1000人くらい登場人物増えてやめてしまった。それだるいね超だるいじゃん。ただ見るなら自分のしてないゲーム、してない方なんだ、してるゲームじゃないんだ。してるゲームだったらさ、当たりと外れが分かりやすいからさ、こうリアクションがなんていうの、こういうリアクションが来るだろうなっていうのもまあ分かるしみたいなあるけど、知らないゲームだったらさ、これ喜んでるけどどんくらい強いみたいななら、喜んでるってことはまあそれなりに使えるやつなんかとは思うけど、どうなんやろうね。数字はまあ数字もでもなんか人のは別に興味ないかも。自分が回すのが好きなだけマジでリセマラをするためだけにゲーム始めたいもん。でリセマラして満足して、でもこのゲームやめますってしたいもうリセマラして、最初の方ってだいたいさ、なんか初心者特典でさ、ガチャを回すためのチケットとか石とかをさいっぱいもらえるからさ、それを見てっていうか、それでガチャ引きまくれるから楽しいけど、だんだんガチャ引けなくなってくるからさ、そしたらもう楽しくなくなっちゃうただ見るなら自分、あ、これ見た。してるゲームだと当たってると羨む、爆死してると同情か共感になっちゃって精神衛生上良くない。なるほどね。見たら分かっちゃうからね全部。あ、これはこのぐらいのあれでみたいのが。穴でインフレキャラがいるとまだ気が楽になってやりやすくなるかも。あー、確かにね。ブルーアーカイブだっけ、この前の何周年かのイベントで配信始める人多かった。あれがあったからじゃない、レールガンコラボがあったからじゃない。スージーも始めようかどうか悩んだもん、レールガンコラボのキャラ欲しくて。シュゼット3番す。明日仕事なので顔出しだけ。はーい。わざわざ挨拶ありがとうございます。裏垢22日で新しいエピソード来ます。でももう、ほら、配信始める人多かったって言ってるよ。今から参入してもって感じじゃない。シュゼットさんおやすじ。でもレトロゲームのリメイクとかやってる部位増えたんじゃない？そうなの？増えちゃったら参入してもね。なんか、どうにかしてあんまりその需要はめちゃめちゃあるのに供給が追いついてないところを狙っていきたいんだけど、それがなかなか難しいよね。どうなんだろうっていう。シーマンさんおやすじ。プリコネ配信してる人がプリコネに限界を感じてブラカン乗り換えてた。そうなんや。もうプリコネダメなんや。じゃあ始めるのやめとこう。まあね、スージーさん、今、発表っていうか、ゲームプレイできるようになってるゲームが4つあるから、それが早く来てくれないかなと思うんだけどね。まあでもね、そのうちの1つは来年の1月にリリースする予定ですってなってるけど。例えば PC エンジン系ゲーム、をメインでするとか。 PC エンジン系ゲームって何？パソコンのゲームってこと？まあ、最近ねスイッチとか使ってないからね、もう任天堂オンライン解約しようって思ってずっとやってない。東京天使さんバンスー。ときめきメモリアルとかですかね。ときめきメモリアルって女の子と恋愛するゲームじゃない？確か違うっけ。スージーさん女の子と恋愛しちゃう。通称ときメモ。逆？男の子と恋愛する方。違うよね。PC エンジンというコンシューマーがあった。よくわからない。チャンネル登録者数増やしたいの。スージーさん、ここ初めて来た時と比べて2000人くらい増えてるように見えるけど。テスト3番数。そうなん？テストさんが来た時数字500人やった。いや、テストさんが来た時はすでに1000人は超えとったな。あので始めた時も1000人超えとったはず、多分多分超えてないっけ。超えたと思うけどね、よくわからんけど500人ではないような気がする。超えてなかった、本当。男が主人公で女の子とデートして好感度を上げて告白するゲームだっけってなるほど、そんなゲームか。女の子がどうなん？それ見てて楽しい楽しいのかな、よくわかんないな。スージーさんがあんまそういうゲーム興味ないからさ。800くらいだった。本当そんなもんやった。じゃああなでめっちゃありがとうって感じや。あなたのおかげでだいぶ伸びました。あなで7年の配信が多分今までのあれで一番再生回数取ってるんじゃないかなと思います多分ね。アナデンのガチャ配信だって同説200ぐらいあったもん。最初の初めてのガチャ配信確かね。ビビったもん。これどうやって見たらいいんだ。まきまきさんバンス、アイシアっていうアトラス製の RPG なら男が主人公で女の子の好感度上げて最終的にその子とくっつくかくっつかないかを選べるで。そうなんや。別に女の子と恋愛したいわけじゃないけど FPS 系を発掘してく。 FPS はさ、上手い人じゃないとあれじゃない。スージーさん FPS下手くそだからな言うて。あ、すごいですね。アナデンのね、一番伸びたガチャ配信が、あ、最大183なんだ同説。すげえ、そんな時があったんだね。再生回数が2000なんぼやもん。やばすぎー。4月12日。そうやっぱアナデンすごい。スージーさん視聴回数が多い配信が全部ガチャ配信、上3つが、上位3個がねガチャ配信。その後は別にって感じやけど。女の子が寄ってきてるのに悪いごめんみたいにできるゲーム。なるほどね。それはちょっと楽しいかも。性格悪いだろ。小賀さん万世。まあ、人気のあるゲームはそれだけ配信者多いから視聴者は集中しにくい。そうね。その配信してる人の中から自分に合う人を選ぶっていうのもあるけど、そもそも見つけてもらえるかっていうとこになってくるからね。COD や BF 今からでもいいんじゃない？ほんと。でも COD とか BF とかさ、微妙に分かりづらくない？ APEX ぐらい単純じゃないからな、あれ。しかもその辺ってさ、上手い人がもうリスナー持ってってるから結構厳しいと思うんだよね。あとはクロノトリガー配信してる人は多いけど、クロノクロス配信者は少ないからクロノクロスやるのはありだと思うで。クロノクロス、スージーさん確か配信候補に入れてたような、どっちか入れてたんだよね。多分評価がそれなりに高いゲームだったはずだから。何かおすすめしようにも私の趣味嗜好は謎だからおすすめできるものない。そうなんだ、残念。アナデンとコラボしてるやつ、クロノクロス。スージーさんクロノクロスコラボのやつはやったんだっけ？やってたよね。違うか。難しいね。最近その RPG をやってて思うのが、 RPG で配信しちゃうとさ、なんてや、こうお話をに集中しちゃうとコメントが読めないけど、コメント読んじゃうとちょっとお話途切れちゃうなっていう、この微妙なところがあって、だからね難しいなと思ってんだよね今。そこがすごく悩みどころだから RPG 系は配信じゃなくてもしかして動画でやった方がいいのかなって思ったり、あとはスージーさんのお料理配信とか見てみたい。あ、本当お料理配信もねしたいんですよ。したいんだけどどうやって撮るかっていうのが今一番問題で、お料理配信してる人はいるからできると思うんだけど、その機材をどういう風にしたらいいかがまだ分かってなくてね、検索しても出てこないから自分で考えるかその人にとつるかしかないんだけどどうやってお料理配信してるんですか。パソコンにさ線をつながないといけないけどその線がどうなってるんって思って超長いのを買うしかないのかな。 USB のコードかなんか。お料理ね。でもスージーさん得意料理何になるだろうな。得意料理餃子かな料理の生配信見たことない。あ、本当してる人いるよ。一種の ASMR。 確かにね、なんかこの包丁で切る時の音とかが炒める時の音とかね。スージーさんかなり適当やからなかなり適当やから。あ、でもねお土産のなんだっけ、そうお土産のね冷凍うどんは調理してるとこの動画を撮ったんで、ちょっとそれをいい感じに何ですか編集できたらなって思うんだけど、なんかそのお土産とかをさ撮るためにわざわざなんか首にかけてスマホをセットできるやつを買ったんだけど、それがねなんかスマホのカメラをいい感じにこう角度をね変えれるようになってるのに、その角度をねここやーって言って止めたらねペコーンってなんかこう下がって全然撮れなくっていい感じに編集できるかどうかちょっと微妙いんだけど、いい感じに編集できたらいいな。餃子をひたすら包む配信。包むのそんなひたすら包んで配信するって言ってもさ限度があるやん。すぐ終わってまうよ。だってそんな作らんやろ。お前それどうするんっていう量作る餃子100個包んでみたとか言ってその後どうするんやっつって、あ、それはそれでおもろいか、別に冷凍しとけばいいからね。これ今どうやったら配信見てくれる人増えるのかみたいな話してるんですか。そうですね、それを考えたいですね。配信見てくれそう同説が増えるとかでも全然、同説も最近ねなかなかピーク時と比べたらだいぶ落ちてるので、ジブリ飯やってるのもいい感じだった。ジブリ飯って何？ジブリに出てくるやつね。ハムエッグとかそんなやつでしょ。ハウルのさあれしか思い出せない。音声なしで愚痴をテロップで書きながら料理する動画なら見たことある。お見合い失敗した話とか離婚した話とか不幸な話しかしてない。書きながら流しながらテロップだからね。テロップ書くじゃないからね。変わり種餃子に挑戦。変わり種餃子でも食べるなら美味しい餃子がいいじゃん。餃子作るとき大量に仕込んで冷凍するから包む日だけとても時間かかる。そうなん。スージーさんあんまそんなに作んないけどな。皮がさ、一袋だいたい30枚やん。が、そんぐらいしかしてない。魔女の宅急便で出てくるニシンのパイ美味しそうだった。ほんと。でもスージーさんちオーブンないからニシンのパイ作れないわ。餃子包む。あ、でもね、まだこれは予定で決定ではないんですけど、12月の24日、日曜日かなに、うまく予定が合えば、オフコラボができそうなんで、その時にたこ焼きパーティーしようぜって言ってるんですよ。だからね、みんなたこ焼きの具は教えてほしい、とりあえず。この変わり種うまいよ、みたいのあったら教えてください。あ、今日じゃなくていいよ、全然。まだ先だからね。まだ1ヶ月もあるから。スーさんが業数で買った食材で料理する動画なんて良さそう。業数でチキンカツ買ったって、チキンカツ揚げてるとこ業数の野菜、イカリングじゃないや、あれ、イカの唐揚げ。明太子。あ、あれね、たこ焼きね。タコとイカって、なんか微妙くない？タコ入れるんやからイカやなくていいやら。業数限定で、業数のものだけで作ってみたって。業数さ、一応冷凍野菜とかあるから割と何でも作れるけどさ、冷凍野菜と冷凍のお肉って美味しくなくない？そんなことない？冷凍のお肉とかさ、解凍するの大変くない？そんなこともない。ミンチやったらいいかな。そしておいくらかかったかも。結局赤行数なんだっけ？いや、緑の行数がね、会社と数字んちの間にある。赤行数はね、なんか微妙かった、品揃えが。よしゅ3番数。緑の行数もね、ちょっと、もうなんか、欲しいのがないから、違う行数行きたいなって感じ。もう一個ね、なんか同じ距離ぐらいで別の行数があるらしいんだけど、行ったことない方面にあるから、ちょっと行くのを今、戸惑ってんだよね。戸惑う。ためらってる。なんかさ、行ったことないとこ自転車で迷子になったら終わりだから、終わりなことないけど、なんか怖いからどうしようかなって。タコの代わりいちご、たこ焼きにいちご入れる？美味しいんかなそれ。が美味しくなくてもったいないことはしたくないんだよね。あ、でも24日誕生日じゃんね。クリスマスイブだからね、ケーキも食べようと言ってるからね。できればおかず系でお願いしたいですね。まあ、お料理配信はそのうちどうにかしていい感じになんか、あ、それこそさ、今週の金曜日あれやろ、Amazon ブラックフライデーやろ、確か。それで機材を揃えるのはワンチャンありやけど、何があるかなって感じ。なんやろ、あれ、なんか GoPro 的な、なんかカメラが必要かな。それをどうやってパソコンにつなぐかという問題がある。動画で作るならいいけど、配信になるとむずい。まあ動画でもええか。タコなしのたこ焼きか。よっちゃんイカ。よっちゃんイカ美味しいのか。クリスマスケーキ。まあでもホールは2人じゃ食べれないから1個ずつでいいよねって、一切れ一切れでいいよねって言ってるんだよね。スージーさん今さ食欲が爆発してるからワンチャンホール食べれる説あるけどねちっちゃいやつなら直径が小さいやつね。だからそれもまあネタとしてはありよね。ワンホールケーキ食ってみたっつって大食い選手なれるかもしらん。最近はまたセーブするように気をつけてますね。このままではいかんって、ストレスのままになんか食べまくったらいかんやろっつって。コストコのチョコケーキ美味しいらしい。コストコのチョコケーキでっかいやつ、コストコが近くにないよ。コストコ行くにも遠いし車がないしで行けないわ。そうでっかいやつ、そうなんもう残念ながらコストコには行けませんの。もうさ家の真ん前とかあったらさ、まあワンチャンありやん。ケーキだけ買ってさ、ケーキだけ買ってそのまんま家へゴーってできるけど、どこにあるかも知らんしな。まず食べまくってぷっくり。いやそれがね、スージーさん冬寒いからちょっと太って脂肪つけた方があったかいかなと思ってるんだけど、だから冬はねもうどれだけ太っても気にしないって決めてるんだけど毎年。でもね思ったように肉がつかなくて逆に困ってますいつまでたってもね、なんかあばらはそんな出てないかな。なんかここは何の骨だろう。そのあばらをさの間の骨あるやん、背骨ではない。これはなんだ、この前からあばらの間の骨が前からもう浮き出てるのがわかるとか、なんか今までそんなとこから骨触っても骨わからなかったじゃんみたいなとこの骨が出ちゃってるから、ちょっと太らないとまずいです。逆にコストコでドスクイになっちゃいます。ドスクイまではなれますかね。あばらの間になんて骨ないんじゃない。なんて言ったらいいかわかんないのこれ。違うな。なんて言うの。わからないわ。ここなんて言ったらいいの。肩甲骨からつながってんのかこれは。出てるなんか。首よりちょっと下、なんか胸の間のところがね骨が浮き上がっちゃって、ちょっとガリガリやんけって思った最近数字ガリガリやんけやばいやんけ。だってね大人になってから史上最高に痩せてんの今。やばいまずい。マットさんバンス、マットさん今日ミレイさん来たよ久しぶりに。ミレイさんあとなんだろう、あとなんかね腰のあたりの骨とか今まで触っても別にって感じだったのにがっつり分かるようになっちゃってすごい怖いよね。腰じゃないな、腰の下だな。めっちゃ怖い。このままではまずいと思っている。だからね健康診断の結果ねもう身長体重見られても別にって感じだって痩せてるからっていう。身長体重肉がなくてガリガリ大変そう。そうねちょっとまずいかもしらん。女の人ってさ多分脂肪がつきやすいようにできてるはずなんだよ普通はね。それは痩せすぎですね。そうですよね。皆さんに全部見せますね健康診断の結果。がん痩せじゃないよね。がんではないと思いたい。一人暮らしってしてたらさ、そんななんかあれじゃない、食べても食べても太らないんじゃない？知らんけど。そんなに食べてないのかな、実は。わかんないけどね。運動量と、なんか消費した量と食べてる量が合ってないのかな。でもあれはね、食べるのがさ、いっぱいになったらさ、大食い系 VTuber という手もあるんじゃない？なんかめちゃめちゃ食うぜ、みたいのね。あれはね、顔があれだから本当に食べてんのってなっちゃうから無理だな。ご飯食べるとこは映せないな。まあ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 。健康診断の結果配信伸びたらいいな。だってめっちゃ尖った内容だよね。そんなことやってるやついんのかな、他に。いなくね。じゃあ明日マックだ。マックな、マック太れるんですか？ガリガリ系 VTuber ね、やばいね。ご飯と味噌汁だけ？いや、今日はご飯と味噌汁と、でもご飯食べる前にミックスナッツ食べて、あとはなんだっけ、なんかちょっと会社でもらったパイナップルケーキ食べたりとかしたけどね。学生の時一人暮らし始めて25キロ太った。それで65キロになった。その前40キロ。40キロガリガリじゃね？大丈夫そう？男の人ってなんかでもさ、なんかすごい細いよね、若い時で。年取って肉ついたなってなるみたいな。芸能人のさ、ビフォーアフターとか見たらさ、男の人の細さと肉ついた感がすごいもん。なんか今も全然年取った割にスレンダーでみたいなあってもさ、若い時と比べたらあ、太ったねーってなるもん。そんなことはどうでもいいよ。チャンネル登録者数どうやったら増えると思う？ほぼ拒食症だった。家を出て開放感で普通になりました。よかったね。家を出ることがプラスになる人とさ、マイナスになる人といるよね。逆に一人暮らしで痩せた人で、スージーと一緒やね。一人暮らしでスージーも痩せちゃったわ。バイトの時肉体系だったからめっちゃ太った。いい意味ね。いい感じのお肉がついたってこと。筋肉もついたしみたいな。ご飯と味噌汁におかずに小鉢ないとガリガリ。どうなん？でもおかずも何食べるかにもよるよね。スージーさんでも今日冷蔵庫のお肉がなくなっちゃったから。なっちゃったから買いに行かなくっちゃ。太ろうと思ったら5キロ痩せたそんなこともあるの？なんで太ろうと思っていっぱい食べたのにってこと？そんなことある？スージーさん、あれ体重計買ってさ、デブ活系VTuber する今日は何キロ増えましたっつって。まどさん万世。それこそリングフィット、まあリングフィットはね、運動しちゃうからダメだな。デブ活系 VTuber にしてもご飯食べてるとこ映せないからダメだから、難しいな。毎日体重を報告し、食事風景も配信するとか。今日はこれを食べておりますっつって、そこで配信しちゃったらね、その後配信する時間がなくなりそうで困るんだよね。だって晩ご飯の時しかさ配信できないからさ、そこで配信してでなんかコメントを読みながら配信したらさ、なんかもうそれで時間かかっちゃってみたいなのあるから難しいよね。ゲームができないっていう難しいね。冷蔵庫に何もないことはない。大根とね白菜が安かったから買ったのがまだ残っていて、とネギもあるし、あとね作り置きでチリコンカン作ったからそれもあるしみたいな感じやけど、チリコンカンにね一応ミンチが入ってるけどもうって感じよね。やっぱタンパク質って大事やん。咀嚼音 V、 咀嚼音さ、いい音が鳴るやつ食べないとダメよね。あの琥珀糖とかさ、あとなんかいい音鳴るか知らんけど、琥珀糖なんか微妙よね味が。なんかそう音が鳴るの楽しいけど。大根に白菜煮物、とりあえず味噌汁に入れたよね。とりあえずね。まあでも鍋とかねありじゃない？鍋、それこそあれですよ、辛い鍋ね大根とか入れたら美味しいからね。どうしたん話聞くか、別に下心ないけどあぶりえんがう3番す。鍋料理、鍋料理ね。鍋といえばスジはさもつ鍋だからさ、もつ鍋の材料買うか買わないかで悩んだりするよね。そろそろもつ鍋食いてえな。まあでもとりあえずブリ大根、ブリが買えないよ。もつ鍋食べたらお肌プルプルになったなるね。もうさ量間違ったらさお肌がギットギトになるよねえ。でもスージーさめっちゃもつ大好きだからさ、もつ鍋にさすごい油超浮いてんじゃんってなるぐらいもつ入れんのマジで一人で食べるくせにかね。あーでも今年は鍋がな一個ね深い鍋をね捨てちゃったんだよね、悪くなったから。だからなどうしようかな。あんまりも 材料ってかてんこ盛りもつ鍋ができないな。まあどうにかフライパンでもどうにかなるからなるよね。もう何でもかんでもフライパンと、あとねミルクパンが1個あるから、ミルクパンでいつもねお味噌汁は作ってるんですけど、もつ鍋大好物。そうね好きですね、美味しいもん。ブラックマンデーでアマゾンで買えますかね。ブラックフライデーじゃない、マンデーだった。アマゾンで何買いますか。業数お一人様の鍋の素ある。業数ってそんなもん売ってる？その辺は全然見てないや。一応ね近くのスーパーにもなんかその鍋、もつ鍋用のなんかさ袋に入ってる鍋のさ汁みたいのあるじゃん。あれ売ってて、もつもね冬になったらちょっと出てくるから一応できんことはないけどね。フライデーでした。そうですよね。もう1時間過ぎちゃったんでそろそろ終わりますけれども、そうだ彼女飽きてきたけど一緒におって楽しいし、お互い黙る時間ないくらいには話してるねんけど飽きてきてるねん。なんで飽きるって何？彼女に飽きるって何？よくわからないんだけどその感覚が。せっかくなんか復縁したいって言ってたのに復縁したらしたで飽きるってなんやねんお前。一緒におって楽しいならいいじゃないか。数字にするけど、その前に今日のまとめをちょっと今日のまとめを付箋に、パソコンの付箋に打ち込みたいと思いますけども、とりあえず今日のまとめ、まずお料理配信。メメントモリを始めるということで、なんちゃってってどうしてもメメントモリがさせたい系リスナー。まあお料理は配信か動画か、まあ、動画なら確実だけど配信はできたらいいなぐらい。アナザーエデン、アナデンは特に何もって感じ。あんまりあれだよね、なんかこれしようぜみたいのなかったかもね。お料理ぐらいかもね。会うことがめんどくさいなってきてる。週3でも多い。そうなん、週3ぐらい会ってやれよ。まあでもちょっと忙しいからつって、じゃあちょっとだけ少なくしたら、ちょっと一旦週1でって言うしかない。でももうすぐってか来月クリスマス来るよ。料理配信する、マジで食わせてな。ここまでわざわざ来る。まあ来たら考えてやらんでもないよ。もつ鍋配信、そうする。もつ鍋食べてるとかもつ鍋食べながら雑談配信する。そうやね、ゲーム配信をしない日、雑談配信する日はご飯食べながらにするのも良いかもね。お料理のあれして。ただ配信の仕方がわからん。マジで誰か教えてほしい。料理の配信こうやってやります、こうやったらお料理の配信できますよって。だってさ、ね、パソコンのデスクにさ、ガスコンロ持ってきてとかするわけにもいかんやん。ギャンブル配信。ギャンブル。競馬かけて、あれ、馬を応援する配信ってこと？今夜このおかず入れましたとか。今日の晩ご飯これですってね。顔出ししないでやるのはかなりむずい。そうね、難しいねお料理。まあ手元だけでやってるけどね、その数字が見てる VTuber をね。しかも生配信となる。そうなんだよね、生配信だとさ、なんか映したくないとこ映っちゃうかもしれないからね。ゴミ箱とかクリスマスまでには別れたくない。なんなら別れたくない。ちょっとね、そしたらちょっと会う頻度をもうちょっと下げてもらうしかないよね。一旦めんどくさーってなっちゃうなら。ただそれで彼女さんがどう気持ちが変わってくるかによりますけどね。助手登場しましたとか、まあ、助手が出るしかないですけどね。きっと助手さんがうまくやってくれるでしょう。やってくれますかね。不安しかないですけどね。お料理のことしか出てないよ。あとなんかありましたっけ？コメント欄を遡ってみる。はあ、配信は数字以外見てないよ。ありがとう。ありがとうございます。まあ、とりあえずあれですね、お料理動画をあげるのと、あれです。健康診断の結果、とりあえずね。丸エプロンで生配信。その丸に何を入れるんですか？セクハラ発言ですか？もしかして。まずそれバンされるだろ。YouTube にバンされるやつじゃないんか、それセンシティブです。つって。オレンジですわーってなっちゃうやつ。旅動画、遠賀くんめっちゃ好き。旅動画ね、撮るにしてもさ、あれじゃん。旅行行かないといけないじゃん。旅行なかなか行く余裕がないよ。早く仕事辞めれたらいいけど、なんか辞めれそうにないし。スージーさんは経験上知っています。引き止めてくるとこにろくなとこはないってね。だから辞めるしかないんだ。健康診断オール A でしょ。いやー、もう血液のヘモグロビンだっけ？違う。悪いって決定してるんでね、その他がどうかなって。あとはね、視力がね、なんか右と左で違うのは確実。縁側くんでよければエプロン着ませんよ。着ないんですかい。転職中ですが詳しく。あれ、リクリクさん転職中？この前、あれ？警備会社にって言ってたのは、あれ、つい最近の、あれ、別の人？別の人だったかな。ツイッターで言ってたね、家族生贄しないのやっぱそれしかないかな。ちょっとお父さんがつって、お父さんがちょっと病気で危ないんで心配なんで、もう帰りますって言うしかない。それは使いたくないんだけどね。引き止めてこないとこは国家の、なんだろう。そうな。別の人は別の人か。あ、そうだ、別の人だ。リがね、リが一緒だから、混合しちゃったね、混同。転職中なんですか？転職活動中。転職活動めんどくさいよね。就職活動もめんどくさかったのにさ。ね。転職めんどくさいよね。もうスージーさん、転職活動めんどくさくていつも適当にやっちゃうから、いつもハズレ引くんだよな。難しい。転職するってさ、なんかその、大体さ、その元々の会社に不満があるわけじゃん。だからさ、その、余計慎重になっちゃうじゃん。就活よりさ、なんか慎重になっちゃって、条件をさ、結構厳しくしちゃうから選ぶ会社。だからなかなか決まらないよね。で、前より条件良くないと意味ないじゃんと思っちゃうから。でも結果あんまり良くないとこにいつも入っちゃうんだよな。地元に帰りたいことは言ってもいいのでは。そうですね。それは来週の月曜日に言うか。ていうか明日も仕事休みて。もつ鍋配信で今夜大根入れてみました配信。いや、いちご入れてみました配信。そんなことしない。食べ物をね、無駄にしちゃったらあれですよ。炎上するからダメだよ。そんな冒険して美味しくなかったから食べませんとか言ってもう炎上するよ。転職ガチャは低確率ね、いいとこ引けるってなかなかないよね。おかずによってこう味が違うのですねとか、あ、そうですね、感想は言うでしょうね。空きがある会社はブラックなのでブラックを渡り歩くことになる。ソースはいい。そうなんだよね。だって今の会社もね、ずっとね求人出てるからね、絶対悪いもん。早くやめたいな。もうあれじゃない、うつって診断してもらうしかないのかな。スージーくんはなんで前の職場辞めたのなんて返すかね。福岡帰って転職するときに、まあ、とりあえずあれだよね、静岡にいる意味がなくなったからみたいなとこはあるよね。でもそれを素直に言ってどう受け止められるかみたいな。こいつはなんか彼氏一番な感じなんかみたいになったら嫌だしな、嫌だしな。完全し違う、週休完全2日、有給消化率 100%、 平均残業時間2時間、最高か。しかもあれでしょ、昇給最低でも年1、賞与年2、お盆、正月、ゴールデンウィーク、長期休暇ありみたいなね。もう絶対条件よね。だから休日、年間休日数120日以上みたいなとこ。地元愛に目覚めましたという。なるほど、確かにやっぱり福岡が一番だなと思って帰ってきましたつってね。土日無給残業が嫌で辞めたのに、結局土日も無給で仕事することになり、最悪じゃん。辛すぎる。何のために辞めたんだってなってるやん。スージーさんはそれこそもうちょっと VTuber でチャンネル登録者数増えて、なんかそれなりに稼げればね、何も考えずに頑張るぞーってなるけど、なかなかそうもいきませんからね。はい、そろそろ10時半になってしまうので、配信を強制的に終了したいと思いますいつも1時間で終わろうと思って1時間半とかなっちゃう。まずい。とりあえず、まあ、お料理動画が出るのを楽しみにしていただくということで、皆さんおやすみ。